スキルつく仕事って言葉がさっき出ましたが、例えば何かありますかエンジニア以外で思いつかないです。えっと、同じ仕事してる人で給料が上がってる人を見てみてください。例えば、その、自分より5歳年上で5年多く働いてる人の給料がどれぐらい上がってるか。その、例えばじゃあ自分の手取りが25万円で、 その30歳で働いてる人が30万もらってるとしたら、まあ5年働けば5年給料上がるんだってわかるじゃないですか。で、35歳の人が35万になってるとすると、あ、だいたい毎年1万円上がるんだなと。なので、それってスキルが増えて給料も上がっていくっていう会社なんだなってわかるんですけど、その、自分25歳で40歳の人いるんだけど、給料あんまり変わんねえみたいな会社って、 それってやり続けても給料増えないということはスキルがたまらないっていうのがわかるので自分の先輩がいくらもらってるのかっていうのを知るといいんじゃないかなと思います。